イテム番号 SCP-564-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-564-JP は5体がそれぞれサイト、8169内の標準人型収容施設に昏睡状態で収容されています。なお、これ以上の実験は不必要という判断がなされたため、基本的に実験申請は受理されません。収容後に SCP-564-JP の特異性が発揮された例は現在確認されていませんが、万が一財団施設から脱走することのできる能力を持つ個体が出現した場合を想定し、機動部隊が SCP-564-JP 収容施設に滞在します。収容違反時には新たな個体の出現を阻止するため、機動部隊は1体の SCP-564-JP のみを確保し他の個体を全て射殺してください。また、未収容の個体が存在する場合を考慮して現在も捜索が行われています。説明 SCP-564-JP は複数の人型存在です。現在5体を収容したほか、他に死亡した1体の存在が確認されています。どの個体も同一の20代モンゴロイド男性に見え、検査によりいずれの個体も同一の遺伝子を有することが判明しています。また、各個体の右内ももには数字のように見えるあざが存在します。SCP-564-JP の各個体はそれぞれ異なる特徴を有しています。名称、特徴、尾行、SCP-564-JP、一内向的な性格、手先が器用であるほか、イラストレーションの制作に長ける、SCP-564-JP 確保時に警察に通報した個体、自身をオリジナルであると主張する、SCP-564-JP、二外向的、楽観的な性格、PC ゲームを好み FPS3 ゲームに秀でる。この個体が使用したアカウントが、複数のオンライン FPS ゲーム内ランキングで上位に位置していた記録が存在した。SCP-564-JP、3性格は外向的だが慎重。生物学、特に細胞生理学に精通している。収容後に財団の研究員を志願したが却下。これによる異常性の発生は確認されていない。SCP-564-JP、4丁寧かつ長面な性格。喫茶店、の店員としての高度なスキルを有する。4SCP-564-JP、5からの攻撃により重傷を負ったため、財団施設内で治療中。現在まで意識は戻っていない。SCP-564-JP、5攻撃的で倫理観に欠ける。他の SCP-564-JP 個体に非常に敵対的。SCP-564-JP 確保時、他の個体を殺害しようとしていた。また、収容後に衣服を利用した首吊り自殺を行おうとした。自殺の動機として、俺にはあいつら括弧他の SCP-564-JP 個体と思われる括弧閉じを殺すしか能がない、と述べている。SCP-564-JP、6不明。SCP-564-JP 確保の12日前に、警察により、県の山林の廃屋で遺体として発見されていた。発見時すでに鳥獣に食い荒らされており遺体の損傷が激しく、完全なナンバーは確認できなかった。死因は劇物の服用による中毒死と推測される。現場状況などから、警察は自殺と他殺の両方の場合を想定して捜査を行っていた。現場に落ちていた薬瓶からは SCP-564-JP の指紋のみが検出された。遺体はすでに回収、焼却されている。SCP-564-JP-1 は SCP-564-JP-26 を自身が無意識に生み出した存在であると主張しています。以下はそのインタビューの一部です。音声記録、20。対象 SCP-564-JP-1 カッコ以下 JP-1 カッコ閉じ。インタビュアーエージェント、タゴカッコ以下 A カッコ閉じ。記録開始。ASCP-564-JP-1 まずはあなたの異常性について話してください。JP-1 はい。僕が増えたこと、ですよね。最初に増えた僕、2番カッコ JP-2 カッコ閉じと会ったのは高校生の頃です。その頃までの僕は、成績不振やいじめがたたって家に引きこもっていました。その頃の唯一の楽しみが、だったんです。知ってます？オンラインのゲームで。ええ、知っていますよ。JP-2 はその時に現れたんですか？ JP-1 正確には、僕がゲームで負け続けた時、ですかね。
ゲームの中のチャットで相手にも味方にも煽られてすごく腹が立って、辛かったんです。せめてあいつらを見返りせるぐらい強かったらと強く思いました。そしたら、いつの間にかあいつが隣にいたんです。急に、よう、貸せよ、なんて言って、パニックになった僕からコントローラーを奪うと、勝手にゲームを進め出して、敵をボコボコにし出したんです。ええ、なるほど。JP、にはその後もあなたの部屋に居座り続けたんですか？ JP、一杯。僕が落ち着いた後、二人で今後どうするか話し合いました。あと、あいつは僕の代わりに学校に行ってくれました。すごいんです。あいつが登校し始めてからすぐに僕をいじめる人はいなくなって、その後は僕に学校に行くように諭してくれました。あ、あいつも僕が増えていたら家族や周りが混乱してしまうことを理解していたので、外に出るときは一人ずつ出ていました。ええ、なるほど。他の個体についてもそんな感じで出現したのですか？ JP、一杯。3番カッコ JP、3カッコ閉じは進級がかかった大学のテストの勉強に行き詰まったとき。4番カッコ JP、4カッコ閉じはバイト先でミスして落ち込んでいたときに、どちらも家にいるときに現れました。幸い、大学生になってから一人暮らしをしていたので、僕が増えたことは周りにバレていませんでした。A 一つの部屋に4人で生活を？ JP、一大変でしたが、何とかなりました。2番は寝カフェに、3番は僕の代わりに学校に行くようになって、4番はバイトで働き詰めです。僕はその頃、サークルで描いた漫画が出版社の目に留まって、漫画を描かないかということで原稿に専念していました。A おのおのが得意分野を使い分けて生活していたのですね。一つお伺いしたいのですが、5番と6番のあなたは一体どのような時に生じたのですか？ JP、一あいつらは、僕がもう周りの奴を皆殺しにして俺も死んでやると思った時に出現しました。一度に二人出てきたのはあれが最後です。5番はとかく僕とは思えないぐらい凶暴で、みんなで何とかして抑え込みました。家の柱にくくりつけて、けど、一週間のうちに5番は高速を抜け出て僕たちを攻撃してきました。4番が刺されて、さすがにもう隠しきれないと思い警察に通報したら、あなたたちが来ました。すごいびっくりされましたね。全員同じ顔なものですから。6番は勝手に家を出て行って、それっきり見ていません。ASCP-564JP、6が家を出たのはいつですか？ JP、1、すいません、あまりよく覚えていません。本当に急にいなくなったものですから。A わかりました。ありがとうございます。インタビューを終了します。記録終了。この証言から、SCP-564-JP の特異性は、現在の技量では実行不可能な局面に遭遇した場合、その能力を有した複製個体を周囲に出現させる、ことであると推測されます。しかしながら各 SCP-564-JP 個体を用いた実験ではそのような現象は確認されませんでした。付録、564JP12 以下は警察による SCP-564JP6 発見時、マスコミにより SCP-564JP の友人に行われたインタビュー記録です。音声記録から抜粋。記者さんはどんな人でしたか？友人僕とあいつは小学校来の友人なんですけど、あいつは小さい頃から高校まではずっと内気な性格でした。僕も、たまたまあいつが描いた漫画を見かけなければ声をかけすらしなかったと思います。記者彼は小さい頃から絵が上手かったんですね。友人はい。ただ、高校はそれでいじめられていました。キモータ、だの、変態、だの言われて、不登校になる寸前までは僕が相談に乗ることもありました。自分を偽ってまで生きることはできない、とか。僕が頑張らなくても誰かが頑張ってくれるのなら生きなくてもいいじゃないか。って、あいつは嘘がつけない性格だったので、すぐ話してくれたのは良かったです。記者なるほど。友人ただ、不登校になって数ヶ月した後に、急に学校にやってきた時は全くの別人のようでした。明るくて、強気で、言いたいことははっきり言って、以降の内容は関係性が薄いため省略。記者なるほど。それからもう一つ聞きたいのですが、大学生になってから、彼がお亡くなりになるまでに何か変わったことは？友人は、
1ヶ月前に人間関係を相談されました。8。記者と、言うと。友人、同居の役立たずの友人が俺ばかりに仕事を任せてきて困っている。死ぬほどうんざりしてる、と、追い出しちまえよって言っちゃいました。もしかしたら、役立たずの友人、があいつ自身のことだったんじゃないかって、ちょっと後悔してます。記者自責の念があったということですかね。友人確実にはわかりません。ただ、さっきも言いましたけど、あいつは自分ができないことに対してすごく気落ちする節があったもんですから。中学の頃のテストで良い点数を取れなかった時も、無能はこの世に必要ないんだ、ってすごく落ち込んで、泣いてましたね。きっと彼は本気でそう思っていて、自分のことが許せなかったんだと思います。記録終了。